紅葉シーズンです。まあ、寝ずに来たんですけど、オールしての、はい、滑落して行方不明になったっていうね、事件もありましたね。結構やばい感じですね、これ。こういう手の型が指の形ですかね、あるんで、結構足場が悪いと思いますね。避難小屋、皆さんこんにちは。というわけで今日もね、始まります。で、もうね、撮影日がもう11月の9日ぐらいですかね、やってきたわけですけど、もうね、完全に紅葉シーズンです。まあ、寝ずに来たんですけど、オールしての、はい、山登りということでやってきました。本当にね、限界まで今日は行こうかなと思ってます。はい、というわけで今日ね、登っていくコースなんですけどね、で、ここからずっと歩いてきて、今がここなんで、こう行こうかな。この紅葉滝を通ってこう行く感じかな。で、一つ問題なのが、先がね、ないんですよね。大問題。一応ね、今日の装備です。ちょっとね、雑ですけど、ポーラテックのね、フリース、ゴアテックスで、一応、まあね、そんなに距離はないんですけど、だいたい2時間ぐらいの登山なんですけど、着替えね、で、タオルで、お水で、まあ、食料はね、入れてませんけど、まあ、遭難することはない場所なんで、とりあえず今日はこんな感じで行ってます。はい、というわけでこれからね、登山道に向かうわけですが、結構ね、まあ、山に登るにあたってこういう感じのね、ブーツで行った方がいいですね。トレッキングシューズとかいろいろとね、スポーツ店とかに売ってあるんで、ぜひそういうのを買ってぜひ行ってみてください。これからね、もみじ滝というところに行こうかなと思います。ちょうどね、登山道の入り口の辺にある滝なんですけどね。そういえば、つい先日ね、富士山の頂上付近でね、滑落して行方不明になったっていうね、事件もありましたね。片手にそのスマホというかね、ライブ配信しながら登っていくというかね、聞く感じなんですけど、まあね、こうやって歩いててもね、結構コンディションが悪い感じでね、感じなんで、多分本当に富士山の上で雪の
中でねスキー板履いてライブ配信するっていうのはちょっとね難易度がめちゃめちゃ高いというか危険な感じですね。はい、まあ、でもねこの森林公園なんですけど普通に初心者でもね行ける感じです。もうただ単にね緩い、コースとか結構まあまあ登るコースあったりするんですよね。で今日はもう普通のまあ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 かなちょっと登山チックな感じで行こうかなと思ってます。そんなにね急じゃないんですけどすでにもう、呼吸が偉い感じですね。結構ね目線の位置だったらなかなかねその紅葉ってのがね分かりにくいんですけどこうやってね上をね見上げると結構ね分かりやすい感じでわーっと一斉に咲いてるんですよね。もう下の方とか本当に青のね青というか笹の葉が生えてるんですけど上の方は間違いなく綺麗に見えてますね。これがね、もみじ滝という感じですね。おそらくね、この上にもみじがあると思うんですよね、上の方にまだ。で、多分そのもみじが落ちたやつがこの滝っていうかね、一緒に落ちて流れていくんで、多分もみじ滝っていう形でね、名前がついてると思うんですけど。はい、これからちょっと登っていきますか。もう下はね谷なんですよね。落ちたらやばいですマジで。これを登っていくわけです。まだまだですこれ。片手にスマホもう片方にステッキ登っていきます。ありますね、規制線が張られてますけど、多分このね先に行っちゃったら結構やばい感じですね。これ下から下じゃないわ、こう下だ、多分下までバーッと落ちますね。これちょっとね開けたところにやってきました。というわけでね、こういうね箇所が多いですね。この足跡がもう本当にその方向感覚がない人とかはちょっとね遭難するかもしれないですね。こういう山に慣れてないと、山っていうほどのあれじゃないんですけど、ちょっと慣れてなかったら不安になるかもしれないですね。ね、熊が出た時は死んだふりした方がいいとか逃げた方がいいとかそういう話があるかもしれないですけど、クマもね脱食なんで、もうそりゃ人がね倒れてたらもうそこに肉を餌を置いてるような感じなんで、そんなに関係ないですね。でクマもねその逃げるものをね追いかける習性があるんで、まあ例えば犬がいて逃げようとしたら追いかけてくるようなそういう感じで、クマもそういう習性があるんで、じゃあどうするかというと、まずねドーンと構えて、まあ、できるか分かんないですけどずっと目を見て
戦うしかないらしいですね。それかずっと見たまま徐々に距離を取って、絶対ね背中を見せちゃダメなんで、はい、いう感じで、はい、結構ねこういう手の型が指の形ですかねあるんで、結構足場が悪いってことですよね。ここで滑って手をついたのかちょっとわかんないですけど、そういうぐらいな坂です。はい、というわけで、頂上までね行きました。案外思ったより早く着いたんで、1回のね休憩もなく、登ることができました。でも問題なのがこれからがね長いんで、頑張っていこうかなと思います。休憩所みたいなのがありますね。あ、避難小屋、ここで ここまで来たらね、あともうちょっとで、ゴールが見えてくると思うんですけど、よいしょ、最後の難関かな。結構ね川の流れの音が聞こえるんで、おそらくもうねゴールはかなり近いかなと思います。はい、というわけで結構ね急勾配な坂を下ったらおそらく終わりかなと思います。結構ね下の方に降りてきました。あとはね普通に元に戻るだけかなと思います。ラストスタート、はい、紅葉の秋、やっとねこの近距離でモミジをね見ることができました。はい、ラストスパートでこんな綺麗なねモミジが、しゃ、はい、というわけでもうそろそろ終着点に着こうかなという感じです。はい、まあ言うて2時間ぐらいの
山登りでした。で、思ったよりそんなに体力は消耗してないです。多分3年前ぐらいに行ったんですけど、その時よりかは全然疲れがね違うかなと思います。多分ね、おそらく結構 YouTube とかでも山登ったりとか八坂村行ったりとかね、歩くこと多いんで、まあまあ体力がついてきたかなと思います。はい。まあで、そうですね、だからこうやって見てくれてるから、やっぱ YouTube 撮りに行こう、ちょっと体力つけて行こうかなという感じで、逆にね成長させてもらってるところが皆さんにあるんで、はい。で、まあこういうね、今日は山に登ってみたんですけど、皆さんもねぜひ登ってみてください。すごいいいとこなんで、で、だいたいね11月のもうあと、もうちょっとだね、あと2週間後したら閉山というか雪が降っちゃうんで、で、そっから4月の桜のシーズンぐらいまでは閉まってんで、ね、もし興味あったらね、皆さん登っちゃってください。本当に川とかね綺麗なんで。で、ちょっとね温泉入って帰ろうかなと思います。はい、ありがとうございました。またね。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。